それは。昨日からずっと旦那様に呼ばれたままで。ドクター、それはおやめください。それはそうですが、これは問題が別です。ここでは、あなたより上に会長がいます。すべての権限は会長にあります。会長の怒りに触れてもいいんですか？では、こういう可能性を考えてください。ディアナ自身が望んで会長のもとにいると。ディアナがあなたよりも会長の命令を優先しているとしたら、ここでの階級から言えばむしろ当然のことですが、もし本当にそうだとしたらどうします？ディアナは、あの子は何も知らないのです。メイドが多くの職業の一つであるという認識さえないと思います。彼女の過去は私も知りません。ただ、私は彼女と何度も些細なことで衝突しました。だから、わかるのです。私は職業に忠実でありたいのに、彼女は常にそれ以上の何かに縛られて、メイドとしての職業意識ではなく、それ以上の。それでも従ったでしょうね、以前の彼女ならば。あなたに仕える前のディアナだったら、私はそう思います。あの子に笑顔を教えたのはあなたでしょ。だから昨日も申しました。ディアナはすぐに戻ってくる。少々興奮気味ですね。説明？彼女を大切に思ってるのですね。こういう結果もまた興味深いかと。
それを聞いてどうされるつもりですか？それだけですか？まあいいでしょう。ディアナですが、彼女には謹慎を言い渡しています。ちょっとした粗相をいたしましたので。3階の大時計を止めてしまったのです。そのせいで彼女は会長のお怒りに触れてしまいました。あの時計は止まってはならないものでしたから。あの時計は特別なものなのです。おかげで私もいろいろと計算が狂ってしまいました。今回は仕方ない措置と言えましょう。ここ2日ほどです。さあ、私の口からそれを聞くのですか？本当にそれでいいのですね？わかりました。ではしばらくここでお待ちください。道を通してきます。お待たせしました。外へ出ればお分かりになると思います。どうぞ廊下へ。旦那様、これは懲罰ですから。
メです。でも それは思い違いです。その娘は誰にも縛られてません。誰一人その魂を縛る者がいない。誰もその存在がそこにあることに気づかない。それゆえに求めるのです。心が拡散し溶け出してしまわないように魂を縛る鎖を。彼女自身が望んでましたから。ならばあなたが代わりになったらいかがですか。あなたが手にしてる鎖、あなたがその鎖になるのです。本来なら大時計が壊れた時点であなたたちは用なしだったのですが、興味深い実験を思いついたのであと少しだけお付き合いさせてもらうことにします。ただそのためにはあなたの契約が必要。もっとも今のあなたには言うまでもないことでしょう。あなたの魂はすでにそれを求めている。心の赴くままになさい。その手にした鎖で彼女の魂の形を作ってあげなさい。溶け出してしまわないように。どこかの闇の中に消えてしまわないように。あなたがつなぎ止めてあげなさい。あなたが彼女を縛るその形に今彼女の魂の形となるのです。望むままに。